沖縄物産マハエです。フーチャンプルーを作ります。材料は車麩2本、卵5個、ニラ、人参、もやし。さらに今回は沖縄ソウルフードのコンビーフハッシュ。まず麩を戻します。麩の芯がなくなるまでしっかり戻すこと。戻し終えたらギュッと絞って水分を取ります。ここが最重要ポイントです。卵4個を溶いてだし醤油を加えます。ここのだしの味を好みで使い分け、お家の味を作ってください。そしてたっぷり麩に吸わせます。炒めます。炒め終えたら別容器に移します。うちはフライパンがあまりないので、別容器に一回移しておきます。次に塩コショウで野菜を炒め、今回はコンビーフハッシュを加えます。さらにワンポイントアドバイス、大変よくしていただいている朝ドラちむどんどんの居酒屋マスター役藤木さんから教わったコツ。炒め終えたら先ほどの麩を合わせてさらに溶き卵で閉じる。これではい、出来上がりです。